こんにちは。今日から始める安心着物、着物楽庵こだまです。今日は先日ちょっと着物の段階で動画を撮りましたけれども、お客様がお持ちになられた、紡ぎの生地で、でこう結構全体的に柄があるもんで、まあ、どういうふうにしましょうかということで、で、どうしてもこう、おばあちゃまかお母様が着てたやつで、身丈も短いということで、で、まあ、単幅もどうしても狭かったもので、コートとかそういうのに、まあ、萩を入れてしましょうかということで、で、あと、羽織とか、そういう提案もしたんですけども、なかなかそういう、こう、柄物のもので、羽織とかで着る勇気がないということで、まあ、こうした生地だったんですけども、まあ、これは洗い張りして残った残布ですね。まあ、昔のこういうちょっとこう老引きでこう柄をこう伏せて、で色差しをしたようなものだったんですけども、まあ、こちらのものを名古屋帯にしたら洒落てるんじゃないかということで、で今日それが出来上がってきましたので、ちょっと動画を撮らさせていただいております。で、上がってきたものが、まあ、こんな形で、よし。まあ、こうした名古屋を、まあ、普段用に使うということで、で、ベースが黒地なので、まあ、割とこう、使いやすいんじゃないかということで、名古屋帯に仕立てをしました。で、生地のそうですね、裏に少しこう裏打ちをして、まあ、張りを持たせて、まあ、こんな感じのものなんですけど、ちょうどこうお太鼓にするとですね、まあ、こんな感じですね。こうした感じのこう名古屋帯にこう裏打ちをして起毛芯というのを入れてですね、でこう綺麗なところを剥いで、で帯を作りました。ですのでこうよく見るとですね、ちょうどこう垂れからですね1尺ぐらい上、まあ、ちょうどここの部分とかは、萩を入れてあるんですけれども、まあ、こんな感じですね。ここちょっと縫い目。まあ、基本的に帯を締めた時には柄に影響がないところに萩を入れて、まあ全通ですので、帰りも同じようにこう引き返しで生地を使いまして、でまあどうしてももともとのこう当たり線というかこう筋ですね、まあ、ここよく見ると少し出てると思うんです。これも太鼓の裏側なので、ちょっとアップするとこんな感じで。でまあ、これは、基本的には太鼓の裏側なので表には影響がないので、まあ、表は基本的にこう綺麗な方の生地を使いまして、でこういう形で名古屋帯を作らせていただきました。まあ今日もちょっと YouTube をご覧になって来られたお客様いらっしゃるんですけども、こうご自分の持ってるお着物ってどうしてもこう家で合わせてるとどういうふうに使っていいかわからない。でこう近所の方に見ていただくと、まあちょっと古臭いわねみたいなことを言われて、こう生き返し方がわからないということで今日ご相談にやっぱり来られたんですけども、実際にこういろいろこう帯を変えてみたりとか、まあこういう形にしたらどうですかという提案をすると、なんか家で見るよりは全然こうモダンに見えて、これだったら着れるかもしれないなんていうお話をいただきました。まあ、正直ねその時も笑ってですね、こう別に家で見たものと特に別に
変わりがあるようにこう、なんていうんですかね、そういうふうに見えるような、例えば洋服で言えばこうスリムに見えるような鏡とか、そういうわけでは全然ないので、基本的によく言いますけども、着物は大人の高等なゲーム、まあ、頭のいい人がこう遊ぶためのゲームなんですよっていうふうにお話しましたけれども、まあ、いかにその昔の記事でも、生かしようがあるかということを考えていただいて、で、まあ、当然着物ですから、まあ、着物を上に羽織る羽織やコートに直すはもちろんのことですけども、まあ、こうして、まあ、こういう名古屋帯を作るという形にすると、まあ、結構全体に柄があるようなものでも、あの意外と今の方でも、あ、結構こういう形で使えるねということで、お話になることが多いです。ということで今日は、着物の生地から作った、まあもともと洋尺が短かったりしたもんですから、まあ、その着物の生地から作ったこうした名古屋帯ということで実際にこう出来上がってまいりましたので、まあ皆様にもちょっとご覧になっていただこうということで、ちょうど上がり際ですので、まあ、こうした着物生地で作る名古屋ということで動画を撮らさせていただきました。ということで、ね、何かしらこうお家にあるもので、もう一度活かせないか、そういうようなことがあれば、何でもご質問いただければ、まあ、私なりにこう考えてですね、いろいろこう方法を提案させていただきますので、まあ、またこういう YouTube をご覧になっていただいて、何かわからないことがあればご相談いただければというふうに思います。ということで今日は、着物地で作る名古屋帯ということで、お話をさせていただきました。以上、ありがとうございました。